Hello guys, this is Hattie the Ray Dragon. I am here today to bring you guys another playthrough for Koyuki's route in Majin Koi S. So we're continuing where we left off previously, so it says only Yoichi's left, I'll stop him. Nichiyobi nano ni gakkou tte no mo hen na kanji da na. Demo zeiin kite kureteru na. The student council president order caused everyone to attend. どれみち川上学園の学生が狙われやすいなら、いっそ今日は制服でいいわね。狙われやすい学生たちは一箇所に集めたとか言ってるけど、もし防衛網突破されたらやばいわよね。そこで俺たちは学校に罠を仕掛けようぜ、スグル。それはいいな。防衛の手薄なところを作ってわざとそこに乗り込ませるのもいい。梁山泊は女の子も多いみたいだからたぎるぜ。 You pervert。 今はそのねやかさは頼もしいわ。ところでさ、コウって誰？コウ、いや、義務教育の教科書に載っていただろう。 Is it?だからって全員覚えているとは限りません。まあまあ、今はみんなで一丸となる必要があります。現在梁山泊の兵隊と戦える勇士を募集しています。戦闘意志のある人はグラウンドへ集合してください。私たちも怪我人の手当てなど頑張りましょう。そうね、やれることをやりますか。ワンコたち頼むわよ、ハグロたちの敵を。 Right. The students volunteering to fight the enemy gathered on the ground. うちの学園が舐められたままで終われるかよ。俺たちも当然戦うぜ。梁山泊に好き放題やられたからな。一般兵相手なら俺たちだってやれる。僕もどこまで役に立てるかわからないけど。ずいぶん集まったな。100人はいるぜ。That's a good number. 一つのポイントに25人ずつ分けられる。十分だ。Chris, a supreme commander of the defense team, climbed atop a podium. The podium. 自分は防衛側の大将を任されているニエフのクリスだ。あ、クリスが喋り始めたわよ。ここまで声が聞こえるなんてすごいですね。正直、自分は少しみんなを侮っていた。すまない。みんなはもっと梁山泊に怯えていると思っていた。 Murmurs aroused both among the applicants and in the classrooms。 だが、そんなのは間違いだったな。会長の大号令に従い、こうしてスムーズに集合し、それぞれが罠を仕掛けたり、怪我人が出た時の備えをしたりと、やれることを各自でやり始めている。 Yeah, these people at Kawakami know what to do. 自分が鼓舞して兵を集めるまでもなく、頼もしい勇士たちはここに集ってくれている。ことここに至って心配することは何もない。敵は強大だが、個々が力を出し切れば必ず勝てる。具体的ないいニュースを一つ。早くも弁慶はヤマトが酔いつぶさせたそうだ。Yeah, that's all he did. 学友との戦闘も最小限で避けられそうだぞ。That news brought a sigh of relief to a number of lips. Many of the students already counted Benkei and the other clones among their friends. いざ、決戦だ。川上学園の誇りを胸に戦おう。我らの町は我らが守る。我らの誇りは我らが守る。あー！ Oh shit. Moved by Chris's war cry, the students howled, and that roar echoed across every inch of Kawakami. クリキチ、いや、クリスさん、かけちゃん。さすが軍人の娘。見事な戦意高揚だ。防衛側はこれだけ士気が高ければ大丈夫であろう。じゃあ攻め手側はそろそろ行きますか。ええ、
トラップも仕掛け終わりましたしね。ロックに暴れてやるぜ。へへへ、城を攻め落とすって響きがいいぜ。こなたの足を引っ張るでないぞ。ガクト、守りきれよ。キャップもな、攻めきれよ。モロ頼んだぜ。The two high five. ゲンさんもハイタッチ。やなこった。ま、こっちは任せておけ。Yeah, Tadakatsu lightly patted Soichi's shoulder. よし、行動開始。ようやくダメージが抜けたか。あの金髪女、顔は覚えているからな。Oh, so you want to fight Chris again? Because this time she might destroy you. 私は守りにつくが。まあ、お前たちは攻めだろうな。当然、パンツとわかるもの。I fucking love you, girl. 進行して破壊して蹂躙してやるってのは、もう油断はしない方がいい。わかってる。もう油断もしねえ。完璧だ。パッともしない方がいい。Calm down. 元からしてねえな。何それ。You could actually tell that she doesn't wear breast pads. 敵はやる気満々みたい。楽しみだね。あ、もう完全にいいのままって感じ。うん。さあ、好きに暴れてみますか。あ、パンツ嗅ぎたくなってきた。リン、ちょっとだけ。ダメだ。10秒だけペロペロさせて。 Oh no。 そんなに長く無理に決まってる。じゃあ3秒ならいいんだね。はい、決まり。それは、あ、こら、いや、やめ。ああ。What are you doing? よーし、元気出た。いつもながら変態だわ。I feel so bad for her. 牛だ。ではそろそろ舞台を編成する。承知した。川上信仰か。出世街道もなかなかに険しき道よ。本大将、よろしいのですね。梁山泊とはもっと仲良くならんとな。奴らの強さを盗めば、俺はさらに強くなる。さて、そろそろ動き出す頃かね。はい。見せてもらおうかね。どこまでできるか。コウさんはやる気満々ですよ。I just want to call her Cole, because that's how everybody else calls her. いい天気だ。戦日和だな。さあ、いつでも来い。川上の戦士たち。その力で俺たちを超えられるかどうか。そうかい。今そんなことになってるのか。The Prime Minister had spent the night speaking with tension. He now grasped the situation. マープルの野望はモンちゃんたちが止める気じゃ。頼もしいもんじゃねえかよ。うん。下手に国家権力を動かすと人質が危ないわい。なのでお前に全力を尽くしてほしいことは。分かってるさ。もし勝ったらことがスムーズに終わるよう準備しておくぜ。無論負けた時の策をいろいろと考えておくぜ。 Well, that's good. うん、頼んだぞ。うん、お天道さんが眩しいぜ。これ久しぶりなんで夜通し語っちまったな。いよいよ決戦の始まりだな。俺も地味なとこで必死こいて仕事するからよ。だから頑張れよ若者たち。時代を切り開くのはお前らだ。うん。First defense point, Kawakami Academy. What is this OST? 1, 2, 3, 4. I don't remember this OST.
Kazuko was in front of the school gate, scrumptiously warming up. Kakami-san! Minna! Hi, kore. Boku kara no sashiire. Onaka suita ra tabete ne. Ah, nanka ii nioi suru wa. Arigato. Tokusei spice no kiita chikin da yo. Energi ni shite ne. Oh. Oh, kore wa umasou da.よし、これでますます元気、体力100倍ね。僕たち、後ろで応援してるから頑張ってね。みんな、川上さんのことが大好きだから。うるさいぐらいに応援しちゃうみたいだけど。ありがとう。嬉しい限りだわ。来るなら来い。誰であろうと、何であろうと。Kazuko chased a lion on the ground with her nagidare. ここは超えさせない。誇りにかけて。 Second defense point, La Kita. 今はまだ静かなものだな。来るかな、ここに。来るな。そんな風向きだ。ピリピリする。マルさん、一緒に戦ってくれ。Chris inserted a picture of her beloved sister into her breast pocket.And then she faced the wind, quietly awaiting her foe. まさしくイメージ通りの騎士だ。 No, Kobayakawa and the rest of the volunteers looked at Chris with pride and awe, wondering if they could truly fight alongside her. Chris's talent for leadership had finally blossomed. Third defense point, residential district and park. I'm cold. Kill them all. Well, さて。割と地味なポイントだが、生活に密着した場所だ。守り抜くぜ。コッポーが火を吹く。ふむ、ここら辺に重きを置いて遊撃するかな。誰だろうと、敵は撃ち抜くまでよ。Fourth division point, the Great Tama Bridge. 男としてこの橋は絶対通せないよな。ああ、守りがいがあるってもんだ。ゲンは親父さん心配なんだろ。攻め側じゃなくていいのか。島津だって母親が捕まってるだろ。俺様のは大丈夫だ。ヤマトの報告メールで安心した。 Right. 俺のもだ。互いにたくましい親を持って幸せだな。ま、自分の戦いに集中できるのはいいな。さて、いつ来るかね。俺たち以外で戦ってる奴ら次第だな。あ？そんな奴いるのか？そりゃいるだろう。梁山泊はとにかく人を借りすぎた。意外な奴らに恨みを買ってる場合もあるぜ。ダブルドラゴンの出撃だ。The Sorting. 居場所が分かったけど、どうするの？まずは手分けして城周辺を探ってみようぜ。ん？よーし、敵討ちだ。板垣舐めたらただじゃ済まさねえ。こうして二人でお出かけも久しぶりだね。おお。ったく、毒気抜かれるようなこと言わないでくれよ。どうやってルー一人探し出すか。強い気を放っておびき出してみるか。Where in the world is Yuichi? I diligently scanned the top of Kawakami Castle with my binoculars. The most likely spot was Kawakami Castle's battle mint. But he doesn't seem to be there. Benkei had said she didn't know where he was. He was surely free to do as he will, so she wasn't lying. Besides, if he tried to call in, his location would probably get leaked to the cookie. As an archer, I bet he set up camp somewhere high.However, there were innumerable buildings that fit the bill, too many. My allies are in trouble if he shoots at them with that amazing bow of his. I had to talk him down swiftly. ここが川上城を間近で観察できて、かつ、なんか動きがあれば、とんずらできる位置だぜ。ここで待機だね。開幕から派手に行くから準備するよ。あ、狙撃できそうなカモがいるなら削る？我らは突入部隊。
開戦前に目立たぬ方がいいだろう。ただし味方を狙っている狙撃手だったらいいよ。了解。猛禽類のような目で見てね。 This OST slaps way too hard for this scene right now. This should be during the fight. 攻撃部隊が出払ったら突入だぜ。ワクワクしてきた。ふむ、体をほぐしておくのじゃ。いよ、お。義経さんがいるのを感じます。お、oh. 清掃、こうもね。うまく一対一にならないと。結局清掃の対策はできているのかよ。できていなければ今頃逃げてたかもね。おいおい、松永さんよ。まあ冗談だよ。一度引き受けたお仕事だからね。きっちり果たしてみせます。納豆小町、もう少しの辛抱ですぞ。母上、兄上、姉上。モンシロー so diligent。 で、ここはどこなんだ。茎の臨時打ち上げ場だ。あれに乗るぞ。あれってロケットに宇宙。宇宙こそ俺とお前が心置きなく全力で戦える場所だ。地球上にはもう存在せんよ。人類初の宇宙で真剣勝負か。人工衛星がリングだ。来い、桃よ。お、面白い。September 27th, Sunday, 11th AM. 敵が動き出した。一斉にしないで行くつもり。 I want to change it. よし、手薄になった川上城に突っ込むぞ、皆の者。 One badass OST to a next badass OST. 待ってました。暴風警報発令だぜ。いつでもよいぞ。最低30人は投げ飛ばしてくれる。ではシーナ、驚かせてやれ。おい、敵が一斉に川上城を出たそうだ。来るか。準備は十分か。おう、川上和子、ここにあり。oh. 誰が来ようがやってやるわ。さあ、どんどん進行開始。どん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 。未来は我ら自身の手で切り開いていくのだ。 OK。 Conditions for Monchiro's victory: Capture Mabel Marple、oh, free the hostages and repulse the enemy attack the town. 今の若者に何ができる。偉人たちに全て任せればいいのさ。 A condition for Mappo's victory: prevent Monshiro Sai from achieving their victory conditions by Monday. Thus did the curtains open on the greatest battle in Kawakami's history. 目標Kawakami城、シーナ流救術、爆サメ。And Miyako pulled her bowstring tight, then unleashed into the air a full-strength exploding arrow attack. She quickly readied her next volley, firing another exploding arrow into the sky. Her third arrow she aimed and fired low. Thus, her first shot fell from the sky as the last darted straight in, hitting their target simultaneously. This Sheena-style ultimate a single archer to simultaneously strike a vast range. And those exploding arrows rain down on Kawakami Castle. 人質がいないポイントを狙って撃ってくるのはお見事。しかし城の上空は我が意図の結界内ですので。Claudio crossed his fingers. His thread snapped around the incoming arrows. 一本の矢たりとも通すわけにはいきませんな。Claudio flicked his fingers once more, and the explosives were severed from the arrows and forcibly detonated. 着弾前に全部弾かれちゃった。さすが序列3番。どんまいどんまい。派手な花火だと思えばいいじゃない。早速仕掛けてきたか。いい、いいぞ。面白い。派手だね。さて、ここまで来ることができるやら。この爆発音。Obviously. なんだ、急にどうした、ユキ。これはね、みんなを助けに突入してくる合図なんだって。お、だからみんなも力を貸してほしいの。お、
むやみに暴れずに力を貯めていた甲斐が出てきたね。Okay, oh shit, it's about to be a two-front. Everybody on the inside is about to battle too. おじさん、なんだってやるよ。飯はうまかったけどさ、やっぱ捕虜にされると人間イラつくよな。さあ、突撃だ。 Soichi and the rest charge the gates of Kawakami Castle, but いきなりお前が出てくるのかよ。あ、Yoshitsune Ushiwakamaru。Minamoto Yoshitsune barred their path. Yoshitsune は嫌だ。みんなと戦いたくなんてない。So cute. でも、親代わりであるマープルの命令であるならば、仕方がないと思っている。ほんに、お前は変に真面目なやつじゃの。She is definitely earnest. ごめん。でも、マープルは Yoshitsune たちによくしてくれたから、Which is why Mappa manipulating you like this is kind of screwed. その人のために、義経は戦わなければと思う。お前らしい結論だな。その覚悟を受け止めよう。眉泉幸恵、お相手いたします。Oh shit! みんな、ここはオラと眉津に任せて突入してくれ。It's about to go ham. 頼みましたよ、剣聖の娘さん。全員、通すわけには。Sparks flew as Yoshitsune blocked Yukie's pounding blow. From this exchange, Yoshitsune fully grasped that within the freshman squaring off with her lurked the strength to defeat her, and Yukie to understand the rough extent of Yoshitsune's own might. The hero before Yukie had enough strength to strike her down. Yoshitsune had no option other than to focus on Yukie. 今だ、駆け抜けますよ。マユッチ、頑張れよ。マユッチなら勝てるよ。The two swordswomen glared at each other, the remainder left from them behind, disappearing into the castle. じゃあ私は覇王までショートカット。Tsubame alone scampered dexterously up the castle walls. Thus did the two masters begin their dance of blades. Their dance of cuts, their struggle for supremacy, where the slightest misjudgment would spell instant defeat. The scales of victory lean towards Yoshitsune.She forced Yukie back, pursued her with further strikes. 本当に強い。でも、負けません。 And so did the curtain open on the Dance of Blades second act. 強い気に釣られてきてみれば。おじさんですか？よー、ルー。いや、中身は違うのか？めんどくせえ技だな。Yep. 誰と戦おうか迷っていたんですが、ちょうどいい。あなたならいい勝負ができそうですね。I'm pretty sure that dude is way too powerful for you. 久しぶりに本気になる時が来たようだぜ。ん？威圧感が増していく。Oh, shit. 今度乗り移りを狙うなら、俺の体にしておきな。無敵になれるぜ。ナベシマ。Thus clashed two men boasting superhuman strength. 艦長はそろそろ目標と交戦している頃と見た。艦長の本気を久々に見てみたかったな。もし艦長が負ければ、川上院の師範代クラスが敵としてうろつくことになる。危険すぎる。まあ、艦長に限り負けはない。大友は信じている。The big guns bout was settled in an instant. The loser sprawled onto the ground. The winner gazed into the sky. Then the winner judged how much time it would take to recover from the damage he suffered. Said winner, お前はさぞ昔は強かったんだろうな。風格でわかる。Oh shit, I spoke too soon. だが今は引退してるわけで、相手が悪かったな。Oh, so because... was
ゴンシュンシェインとはいえ、私も随分いい攻撃をもらってしまった。数時間休んでクライマックスで暴れるとしよう。 He was free to say whatever he wanted. Such was the right of the victor. 逆を言えば、その瞬間までの時は稼いだわけで、まあ上出来なのでは。Laughing, Goshen departed. くそ、腕くなまりまくりだ。How the hell? Nabishime lay in the thicket, unable to stand. なんとかするって言って、結果数時間の足止めかよ。A few hours. ダサいな。やつが休んでる間に何か手を打たねえと。As his consciousness grew dim, Nabishima worked out countless plans. いたな、一人。ルーを止められるやつが。ショートカット終了なんだな。とーさーて、一気にここまで来ましたよ。来たというか、俺が通したのだ。待っていたぞ。Have you now? いきなり大ボスが現れた。敵の中で一番歯ごたえがありそうなお前が俺を狙ってくる。相思相愛というやつだ。This is mutual love? Okay.なるほど。だから通してくれたと。そうだ。優しいだろ。だから楽しませてくれよ。納豆1年分で降伏しない？ Have a year's supply of 納豆。納豆一生分でも断る。じゃあしょうがない。戦闘するしかないね。ああ。それについても私から提案が。もちろん邪魔は入らないようにしてやる。安心しろ。聞いてる人の話。構えろ。行くぞ。というかもう行った。タンマ。え、スバメ dash back a fair away。聞く耳持たんな。私はね、どうせならあなたと全力で戦いたいのよ。当たり前だ。お前にはその義務がある。だとしたら、城の中じゃなくて外で戦いたいんだよね。もうあなたをケッチョンケッチョンにする武器が置いてある場所があってね。俺をケッチョンケッチョンだと？そう、あれがある場所に行けばな。でも幸運はそれ怖いわよね。な、何？そんなことせずに今私を倒した方が保身が図れるもんね。だから構わないよ、ここでやっても。スイ、お呼びでしょうか、清楚。びっくりした、バイクだ。Yep. くだらんお前の挑発受けてやろう。後ろに乗れ。目的地をあでやかに教えてください。告げてやれ、今から移動するぞ。私後ろでいいわけ？攻撃できるものならしてみろ。豪快だな。じゃあ南の採石場まで。承知しました、二人ともお乗りください。でもこれで幸運を城から大きく引き離せる。まずは大きな第一関門突破。 Right. Yoichi isn't on the building in front of the station either. I won't find him searching blindly. I have to think of something. I was pretty much panicking. But by now, the Leishuan and squad should have already reached down. If I didn't find and convince them soon,Someone was gonna get sniped. No, maybe it was already too late. I tried to call, no surprise that I got no answer. It was the same as with Benkei. His phone was probably only accepting calls from certain numbers. Benkei, huh? Last night was... Wait! Banish all worldly desires. Banish all worldly desires. Let me think back on my normal conversation with Yoichi. Isn't there some sort of hint?I recalled my days with him. Huh? I feel like we were just humping and snorting. Oh, wait. He loves using the net. I searched the inter-school message board. Maybe, just maybe. In space. 計算終了。大体わかった。何が大体わかられたのです？どの角度で大気圏突入すれば川上近辺に落ちていけるかな。アギハ様、今なんと？
She just said to fall right back into orbit. 連絡も来ないようなのでな。もう飽きたわ。十分休んだし、帰るぞ小十郎。どうやって帰るのです？我が宇宙側に全力で古竜昇天波を打つ。What？すると我の体が反動で地球側に推進する。あとは地球の重力に任せつつ突入角度を調整する。燃え尽きてしまいます。クキが開発した最高の耐熱スーツがあるではないか。Oh? しかし生身で大気圏突入などと。いずれ人が宇宙で戦闘をする日が来るやもしれん。それに先駆け先人としてこれぐらいはやっておこう。Oh my god. アリア様、本気なのですね。ご分を。何を言ってる。お前も来るのだ。我は気で全身をコーティングして大気圏突入する。Uh-huh. お前もコーティングして突入しろ。何で？気は使いませんぞ。使えるさ。人は誰でも気を使える。すなわち気合。そして勇気。得意分野であろうが。早くスーツを着用せんか。さ、行くぞ。 Oh my god. No. I found you, Yoichi. He set up shop at the tallest point in the industrial district. 遠くからこっちに走ってくるお前を撃たなかったのは得意点同士のよしみだからだ。で、俺をどうやって見つけた？ I saw a post from Lucifer's Hammer on the inter-school message board this morning. It said, "This rook is everything. It's all absurd. Such a boorish place this is. The land reclaimed, the buildings still framed, the air filled with smoke. Yet, how pleasant the wind on my cheek. For a time, I would remain here, staring into myself." Well, it was easy enough to tell you were in the industrial district. それは愚痴みたいなもんだ。I can't blame you for it. Benkei felt the same way. But what do you plan on sniping the front of here? その気になりゃ全てできる。だからここだ。Huh? 俺の視界全てが射程内だ。本気になればな。You really are amazing. Well, you are one of the five heavenly archers. で、お前こそ何しに来た、ヤマト。Don't you know I've come to stop you?I had to convince him. Pushed back by Yoshitsune, Yukie had retreated this far. Mayuchi は強い。だが、Yoshitsune の方が早く生まれ、その分修行が多くできた。これはその差だと思え。 The hero lunged, her blade dancing violently, cascading forth. It took every nerve, every muscle Yukie had to barely defend against it. There was no need, there was not even time for Matsukaze to speak. Yukie was completely on the defensive. Seeking to strike the finishing blow, Yoshitsune moved in close. And Tasuko is just standing around. But I'm looking for the opponent, so I'll leave it.ここら辺にいると思ったけどな。なんか街の方が騒がしくなってるみたい。You got some real good ears. The second defense point, La Krita. 来た来た、梁山泊の一般兵と。それを指揮しているのは天神館の石田だ。西方重勇士の大将が相手か。急いで一般人を避難させろ。クリスさん。大丈夫なんだな、任せて。ああ、連れてきた兵隊の相手を頼む。Go。父様、マルさん、見ていてください。おやおや、なんだこれは。俺が歩く出世街道に石ころが落ちているぞ。蹴ってどけなくてはならんのかな。西方重勇士がなぜ梁山泊に味方する。Why? 簡単なことよ。あいつらからいろいろと学ぶためだ。学び終わったら俺が梁山泊を支配するがな。That's not gonna happen. しかし、お前の仲間は半分近く梁山泊に駆られたのだろう。それでよく仲間に入れるな。知らんな。負けた連中のことなどは。
This shit is arrogant. 何？俺は至って俺の道を行く。ついてこれぬ奴など置いていくまでだ。そうか。わかった。つまりお前は、少年が腐っているんだな。That it is. Now destroy him. 自分が叩き直してくれる。行くぞ。女が生きがるなよ。いいか、俺は西方十勇士の総大将だから。だからなんだ。おっ、oh! Her sharp front punch blew Ishida away. Damn! 丸さん絡みで今の自分は怒っている状態なんだ。 She is pissed. お前のような男に負ける気がしない。単純な奴ほど憤怒で攻撃力が上がるというが、お前継承では済まされんぞ。交流覚醒 Super Saiyan。 こうなったらお前は終わりだ。稲妻ブレイド。 With all his might behind it, the thunder is attack threatened to mow down everything. 自分は怒っていると言ったはずだ。Hey, Chris used her rapier's blade to make the slice slip past, parrying the vast destructive force. And in return, she instantly thrust her rapier forward. Ishida forcefully spun his body, mitigating the damage received. That instant of attack and defense left Chris standing and Ishida on his knees. Quit. 東西交流戦で見たときはこんなに落ち着いていたか。それともここに来て憤怒がきっかけで覚醒を始めたのか。とどめだ。待てい。何者だ。確かにその男、大将の器にはまだまだ未熟なり、だがそれでも我らのリーダーに変わりなし。ならば守らねばならぬ。よし。こいつ大村か。要注意人物だったな。俺の強さはすでに効いているようだが、注意したところで俺の剣は対処できん。行くぞ。ガトリングクロー。これは。The moment Chris saw the attack, that attack, the image of the thousand-armed Avalokiteshvara flashed into her mind.アバロテバラ。ヨッシーは中国地方に伝わる古流拳法の後継ぎなのよ。強いぞ。His attack combined more punches than any she had ever seen. Too many. これはかわしきれないし受けきれない。クリスさん、やったぞ。さすがのヨッシーよ。Oh yeah.対処できなければ、すべて完璧に防げばいいだけのこと。マルさん、そのためのトーファーと言えるでしょう。マルさん、お嬢様、ご心配おかけしました。Oh shit。怪我はもういいのか？軍隊所属ですから、あれぐらいのこと。おお、頼もしいな。さすがマルさんだ。お嬢様、このまま共闘しましょう。Now this is gonna get real! これは負ける気がしないな。貴様らに一つだけ教えておいてやろう。俺の剣は無敵。遠慮なく二人まとめてこい。 With both sides receiving backup at the second defense point, the fight became much like a free-for-all. Fourth defense point.The Great Tama Bridge. Gakdo's team halted the Lianxian on the bridge. お前たちがここの守り手か。長宗我部か。長宗我部。てめえ、なんであっちに味方する？そりゃお前、俺にだっていろいろあるんだよ。てな冗談。騒ぎで目立つから四国をアピール。四国のコマーシャル？それだけかよ。
That's definitely it. それだけ重要なんだよ、PR は。Public relations are critical. とにかく、どかないなら、I kind of feel him on that one. Public, I mean... オイルかぶったら遠慮なく火をつけるぞ。Yeah, just for public relations and stuff to go well. おい、鬼かお前。東はノリが悪いぞ。下は川だろ。あっ、だったら普通に揉み潰すまでよ。 Wait, what? Pause. All the pause for that one. I'll just rub you out the normal way. That's just, nah, that's all the pause. All the pause, bruh. ほら、梁山泊の皆さん、出番だぜ。こっちも行くぜ。負けずにぶつかるぞ。Thus began the melee between Gakdo's 27 men and the Lianxin's 25. こいつら一人一人が普通に強いぞ。そりゃそうだ。一般兵とはいえ傭兵集団だぜ。俺の手足として四国へ連れて帰りたいぐらいだぜ。押されてるんじゃねえぞ。As he roared, Gakdo leapt his huge frame into the air. He landed elbow first on one of the Lianxin soldiers, sending him flying. 俺様な、ここでてめえらを倒すっていう。As he screamed, Gakdo charged his next attack like a dump truck. Though the soldiers calmly landed high kicks onto his body. 頑固たる決意ってのができてるわけよ。 Gakdo didn't fear him. He simply tossed the soldiers into the water below. おお、俺以上に強引な力技を使うな、お前。よそ見したらダメだぜ、デカブラ。 Oh shit. The soldier went to strike Gakdo's head from behind, but Tadakatsu's fist caught the foe square in the temple. てめえこそよそ見注意だぜ。しまず、そんな強引な戦い方じゃ倒れちまうぞ。倒れるのはこいつらを止めた後だ。As if driven by Gakdo's vigor, the Kawakami Academy students pounded the Lianxin warriors. そうだ、食い下がれ。Kawakami の意地を見せるんだ。よし、拮抗している間に敵のボスさえ倒しちまえば。おお、何やら盛り上がってるね。Oh shit. し、おい、梁山泊の一人まで来たぞ。いいじゃないの。誰が来ようと通さないぜ。Yang arrival brought with it a crisis at the fourth defensive point. On a whim, I looked up to see a helicopter from a TV station. Well, who wouldn't want to send choppers out after that castle popped up? It was flying about, being careful not to stray too close to the castle. Oops, right now,I have better things to think about. Needing to sway Yoichi's heart, I took a step forward. Yoichi, みんな苦戦しているみたいだぜ。 He was looking down at the town as he spoke. It's too far away for me to really tell, but I see. However, even if you subdue Kawakami, I hardly think you can beat the Kuki's main forces. その場合は武力衝突じゃなく、小賢しく立ち回るんだろう。Is the library of the stars that smart? くだらねえよな、こんな結末。おとといの夜、俺たちは緊急コードで呼び戻されて、マープルの計画を聞いたんだ。Oh. He described in detail what had happened. ってことで、もう祭は投げられた。あんたらには協力してもらうよ。そんな。優れたクローンによる人類統治、
ヨイチの好きなライトノベルに出てきそうな設定だな。くだらなすぎて吐き気がする。人を導く存在になりなと日頃から教えておいたはずだ。ナビ、こんな極端な話じゃなかったはずだ。私だって嘆かわしいけどね、今の世界にはそれほど指導者が不足しているのさ。義経は納得できないけど、Exactly. それが使命というならやるしかない。義経ちゃん、義経たちから見てマープルは母親と同じだ、大恩人だ。そういう人のために命を懸けるのが武士だと思う。そうやってさ、ずる賢い奴にいいように使われる真面目なところ、本当に義経のクローンって感じだよね。アウチ。まあ私たちは配下だから逆らわないけどね。そんな義経も好きだ。というよりもですね、命令を聞かないとクローンの王に粛清を受けますから。ここは素直に聞いておきましょう。ね。The monarch, aka say so. クローンの王？そうさ。数が多いと滑る人間が必要だからね。そうだろう、セイソ。いや、王。こう。私が王。あんたの正体は、そう呼ぶにふさわしい大英雄さ。予定よりだいぶ早いですが、あなたの正体を教えましょう。鉱石。いや、ここは、鉱雨と呼ぼうか。それがあんただ。コウウって中国史上で最強の武将とも言われてる。Yep. はい、秦を滅ぼして覇王の語源になった人です。The 覇王。そんなわけないです。私は清少納言とか紫式部とか。紫式部、 I don't know, you ain't got the titties for that. 漠然としすぎだね。その二人全然タイプ違うしね。私がコウ、そんな。おい、苦しそうじゃねえか。やめ。今いいところですので。このマザコン野郎が。力は山を抜き。 He said you freaking mother lover. 力は山を抜き。次はわかるね。気はよう。時利あらず。水ゆかず。水のゆかざるをいかにすべき。ぐやぐや。Lady you. 何十か。Consort you. いかせん。な。Benkei and Yoichi reflexively leapt forward to protect their master. いきなりすごい威圧感が。なんだこれは。この信じられないオーラ。Yes. 本物か。She's truly the demon king. その外科の歌が覚醒ワードさ。ガイレクシア。昔あんたが勉強中にうっかり発動しかけた時は肝を冷やしたけどね。よくもこんな最後のところ覚醒ワードにしてくれた。Damn. 俺が有名だからしゃあないさ。うまく目覚めたね。ああ、長いこと心の片隅に封じられてきたが、今ようやく一つに混じり合った。義経、弁慶、与一、そう警戒することもない。俺が先輩としてこれからも導いてやるぞ。Is that what happened? So that's why Hazakura senpai. 何もかも茶番ってわけだ。大人の都合で戦いたくもない奴らと戦わされて、お前たちは国を背負う立場になれとか言われてよ。くだらねえ、くだらねえ世界だ。俺はこんなののために生まれたんじゃねえ。Then tell them so loud and clear. It's not like you to tremble before.あのばあさんに逆らうってのか。Would you run the top the rails laid out for you?
I know that outcry in your heart is true. Believe in that and fight with us. Because I believe Marble's doing this the wrong way too. Hey, what about you? What do you want, Yoichi? Switch on. You fool! I'm passionate because I don't want to let the world go down the wrong course. Yes, this ugly, beautiful world. Oh god. This world that accepts everyone, even singularities like us. You object to Marple's rule, to Marple too, right? And don't you want to give Yoshitsune some peace? And don't you want to bring about a grand and wondrous conclusion? One where everyone can end the day smiling? Yeah, this world is rotten thanks to those adults, but if that means we don't do anything, then we're not all that different. This sounds like a freaking... This sounds like something the freaking federal things would be saying. Third defensive point. Residential district and park. Shima led the Leinshin soldiers in the attack here. I try not to laugh reading that. Pitch, 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 pitch to. Kore ga koppo ka. Is this koppo? The student leader of Kawakami Academy resolutely challenged Shima. Izo kaichou, koppo no houfu na waza de aite ga honrou sare teiru. Sa a, ima koso, koppo bu kyūkyoku ogi no are o dashite kure. Okay, dan dan dan. As Shima's eyes calmly grabs the positive energy drawing near the present. Shima's vicious spear strike swept up the earth and blew the president away. Koppo, 恐るべき技でしたが、 こちらはやり、 あなたは素で、 この結果はある意味当然だ。 恥じることはありませんぞ。 まずい。リーダーがやられたらもう守りきれないぞ。ひるんだ敵を徹底的に叩くのだ。梁山泊の兵士たちよ。本隊長、こちらは堅実に勝ってみせます。これで梁山泊の信頼を得て、うまいこと取り入り、奴らの技を盗んで天神館に帰りましょう。 That's not gonna happen. At the apex of the factory, this is no anime or manga. This is really happening. And those guys on the net, none of them are going to give us any real help. We're the ones who have to act. Us. And I'm lame for being this passionate. Heh. Yeah, I think I'm pretty lame myself. But part of me longed for this because I'm a singularity, because I'm a different sort of being. I long for a situation where I can help everyone. And that situation is now. It will never come again. Yoichi, aren't you the same way? Precisely because this world's so screwed up, you always wanted to do something right. This is being broadcast. ただの学生と涼山泊の兵士では練度が違います。活路は束ねる将を倒してしまうことですが。 今回は重要視も気合を入れています。難しいでしょうね。 It's so fucked up because it's being broadcast by those people who are flying around. That's why I made the point when we got back to that scene to tell us about the freaking helicopter, because the helicopter are actually recording all that shit. まずは川上を完全制圧し、マープルが少しずつ日本をその支配下に置いていく。そして新たなるクローンが生まれてくる。素晴らしい。 最後まで油断しないことです。常に全力で行きましょう。でなければ意味がない。来い。あなたはここでマープルを守っていなさい。あなたは侵入者に対してオフェンスとして出撃ですか？ええ、若者たちを鍛えてあげないといけませんからね。パーフェクトです、クラウディオ様。あなたがいれば防衛もたやすい。 Having busted into the castle, Soichi and the others are dashing towards the tower. Intelligence had already acquired information on the castle's layout.
The 50 Servant Corps members who had charged in alongside them had scattered using this information to find their respective targets. この城だだっ広いな。こなたたちも外壁から行った方が早かったのではないか。Taking my shirt off, cause fuck this. I'm dying over here. クラウディオさんの糸に絡め取られるのがうちです。大丈夫。ついてこられそう。我は結構鍛えているのだぞ。She was making sure to keep up with everyone's spirit. おい、Sprint. こっちの道、なんか嫌な予感がする。左に曲がってから行こうぜ。キャップがそう言うなら、絶対そっちの方がいいね。確かに、何かきな臭い空間がありますね。天井ですか？しかしもう階段が見えているのじゃぞ。ほれ、地図的にも直進で合ってるではないか。ここは、風間の勘を信じよう。ほう、あの最新式吊り天井を回避するとは。しかし、まだまだえげつない罠はありますよ。ゆっくりお楽しみください。At the apex of the factory, Ryoichi, it's not yet too late to fix this. This is too early a chapter to despair. You can do this if you think you can, so do it. 間に合うか。Hey, Ryoichi, are you satisfied with this situation? I hate it. 同じ意見だ。俺だってやだ。そうか。そうだな。まだ取り返しは効くんだよな。だったら俺も脳を叩きつけてやるぜ。Ryoichi, you're... I did it. If this can cause fortune to turn our way just a little. Third defense point, residential district and park. ここは撤退を。逃がすな。一人残らず確実に倒すのだ。ここで犠牲になってもらう。見せしめとしてな。ん？面白いことやってるな。構想か？なんつうか血が騒ぐな。お、昔思い出すぜ。何をしている？行くぞ。ヤマトの寮がもうすぐだろう。あ、はい。ん？なんだあの男。雰囲気があるな。さては賞金首か？俺がもらったんだ！わお。一般人に手を出してはなら。The ancient soldier launched himself at Yamato's father. However, Yamato's mother soared above him. She drove her fist at him, dashing his head against the ground. That single attack left the soldier convulsing violently. 誰に手を出そうとしてたんだ？あ？手を出そうと。てめえ！ Oh shit！ やれやれ。自分の言葉で切れてしまったか。She hunted like a ferocious beast. なんだこいつ！おお！皮肉だ、ガキども！許し、タワバ！ Overwhelmingly stronger, she tore through the enemy lines like a tempest. 何者だこのお方は？迫力が違いすぎる。はっ。コッポは無敵。いつの間に後ろ。てめえが総大将か。まずい、こちらからも来る。Pinned by the two women, Shima's eyes were fixated on Yamato's mother, which proved his weakness. Yeah!Her duty, willpower, and pride as president, her body and soul, all contained in a single blow. An elbow strike that shot through Shima's liver, leaving after images in his wake. With that compliment towards the victors, Shima's body crumbled where he stood. 気合の入った一撃だったな。いつまで油を売っている。はい、今行きます。すみませんご主人様、つい。まったく、奴隷が勝手なことをしてくれる。後で怪我がなかったか体をくまなく調べるからな。はい、ありがとうございます。
The two departed harmoniously. 何だったんだ、あの人たち。Lovers. でも勝った。やったな会長。どうあれ勝ったんだ。川上学園の意地を見せたな。She just fell asleep. 力を使い果たして寝ているな。無理もないか。Murakami took a look at his surroundings. Thanks to the unexpected intruder, they had people to spare. 手紙は会長を運んで川上まで頼む。 Fourth defense point, the Great Tama Bridge. Let us go back in time a few days. どこかに姉ちゃんか金でも落ちてないかな。あ、本当に財布が落ちてるじゃないか。いくら入っているんだろうか。 Oh my god. Momo. The instant Kawakami Momoyo picked up the wallet, it exploded. なんだ? As Momoyo flinched, three people jumped at her at once. A coordinated triangle attack, there was no escape. But Momoyo didn't block, she took the blows and threw out a flurry of kicks.She felt the attacks land on one of them, but only just in an instant, Momoyo realized the three were no slouches. As Momoyo acts, she used her instant recovery to cure her wounds. The smoke left her unable to see her surroundings. Unleashing her ki, Momoyo blasted away the smoke. It was at this moment that Yang Zui copied her instant recovery technique. A goddess of war falling for such a trap. Yang smiled thinly at the thought. Kawakami は面白い技を使う人が多いよね。ああ、相手の技をコピーするんだってな。俺様のかっちょいい技でも見たいのか？いや、その必要はないかな。お前単独行動なんだな。そうだよ。私たちは兵隊なくても強いからね。兵隊は重勇士にレンタルレンタル。ってことで会話おしまーい。じゃあね。待ちな。この橋を通ることはできないぜ。なんで？俺様が通さないと決めたからだ。あは。文句があるならかかってきなさい。文句はあるけど、じゃあいいや。私は橋を通らず迂回していくよ。汗臭いの嫌いだし。ああ、早く女の子のパンツ嗅ぎたい。任せたよ、長さん。やれやれ。女はノリが悪いが。まあいい。You heard her, she only wants to sniff girls' panties. 再会だ。あいつらをなぎ倒せ。負けるか。The two armies clashed once more. やはり質はこちらが上よ。徳島のぶどうまんじゅう最高。さりげなく宣伝してるんじゃねえ。質で負けているなら量でカバーだろうが。村上先輩、第三ポイントのみんなの援軍か。 Obviously. 会長はどうした。その会長が敵を止めてくれたから俺たちは今ここに援軍で来られたんだ。さすが俺様たちを束ねる会長だぜ。よし、2対1でいけ。 With spirit and numbers on their side, the Kawakami Academy forces started pushing back their foe. しまず、どんどん敵を川へ投げられるか。それも有効なんですけど、復活しちまうんです。俺が川の中で仕留める。村上水軍なめんな。おお、なるほど。さすが水泳部首相、頼みます。頼れる先輩を持ったぜ俺様たちは。川上は一人一人も結構強いだろう。あとは押し切るまでだ。 Though the Laotians beat them in quality, Gakuto and the rest frantically hounded them. The scales of victory tilted towards the invigorated Kawakami fighters. こいつらここまでやるとは。ならば。Shotsutabe himself leapt into the river.
the dragon Murakami who had been on the surface down below. A short while later, Murakami, half drowned, was lobbed to shore. Senpai! Ah! 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 Underwater fighting is my strongest. Come on, underwater, I'll fight with anyone. Let's do it.上等じゃねえか。まだします。耳貸せ。ん？なるほど。それいいな。性格悪いぜ、ゲン。Okay, what's about to happen? 直江の癖が映ったかな。Ew. おい。Pause. どうした？おじけづいたか？降りてこい。今から行くぜ。The two jumped from the bridge at once. Oh shit. They both kicked, slamming their combined weight onto Jotsukabe. ノリが悪くてすまねえが、絶対に通せないからな。今度また純粋に力比べでもしようや。しょうがねえな。Tsukabe bobbed up to the surface of the water. Both them and everyone atop the bridge was black and blue. Norma wa hatashita. Looking pretty badass though. Defense point 3 and 4, defense successful.At the apex of the factory. お前の説得、俺の好きな小説を読んでいるようだったぜ。Well, that was what I was going for. しかし熱い演説だったぜ。弁舌、熱意、そして誠意。三拍子揃ってるぜ。お前みたいなやつが吹きに入るべきだ。は？ Don't make me laugh. Long ago, I dreamt of being the prime minister. お前ならいけるさ。世界だって動かしていける。Well, you fight alongside. まずは挨拶代わりだ。Defense point two, La Chida. 俺の攻撃は誰であろうと防げん。Omura's painful kick sent Margie flying. やはり怪我が。おっと、お前の相手はこの俺だ。今のお前は全然強敵だと思わない。何？ Hey, Chris twisted her body. それが何だというのだ！ He took a careless step closer. ゼロ距離！スタッツ！マルギって、とどめをくれてやる！ I don't think so. That moment, an arrow arched down at him from the sky. Hey, though Omura dodged, the next arrow doggedly chased him.あの距離か。そうか、あの英雄か。大村、お前は強いが、私には多くの戦友がいたようです。With the archer's support, Margit dove in. 矢を受けてもマルギッテは来る。マルギッテを止めても矢は来る。そう、この状態でお前は君なのです。トウファーキック。Omura and Ishida were sent flying together. Kanamaru-san! 援護を借りての勝利ですがね。任務を果たすことが重要なのだ。はい。ここは守りきりましたね。Defense point 2. Defense successful. しかし、この大村が単体で来たのはどういうわけか。こいつが率いていた部隊はどこへ？ざっと、こんなもんだ。Wait, you wouldn't happen to be invincible sniping from here, would you? バカを言うな。もう一発が限度だ。A steady stream of sweat dripped from his bow. Yoichi. あのままじゃマルギッテが 100% やられるから、あそこを全力で援護したんだ。全身全霊を込めた俺の矢を、あいつ、かわしていきやがって。尋常じゃなかった。I glanced at his hands. They were shaking.Was he such a strong foe that you had to consume so much willpower in such a short time? あと一発、誰に撃つか、お前が決めてくれ。Yoichi, who do I have this peerless archer snipe?
there's this stupid girl, one of the Nanshin who can copy techniques. She's dangerous. よしか。確かにそこが知れない。わかった。探してみよう。Yoichi's eyes dilated like a hawk's.